はい。じゃあ今回はこちらの方ですね。何やら男性4人が下を覗き込んでおります。コンタクトでも落としたのか、落ちたのか、すごく探しているぞということではなく、まあこれはですね、アクアの方というのが、 まあ、路上で寝ていたのかという男性を、まあ、引いてしまったというか、まあ、踏んでしまったというような事故なんですよね。で、それをですね、まあ、鑑識の方たちというのが、まあ、ご苦労様ということで、まあ、いろいろとね、しゃがみ込んで、いろいろ探している状況なんですけれども、まあ、路上で寝るなよっていうふうに皆さん言いたくなりますよね。まあ、この時期、特に今かなり暑いので、 夜中とはいえ、アスファルトが冷たくて気持ちいいというのは通り越してぬるい感じ、逆に暑いかもね、というふうなところがありますよね。だからまあね、路上で寝るというのは非常に危険なんだよ、ということで、まあ場所がですね、まあこんな感じのところなんですよね。まあここをですね、今のこのアクアですね、このアクアの方というのがここを走ってきて、ここを左折をしていこうとしたところ、まあここに寝ていた人がいた。 というようなことなんですよね。だからこれがですね、まあ、どの感じで寝てたのかというのがわからないんですが、まあ、この交差点のところまで出ていったところでは、 路上に寝てる人はね、さすがに見つけられないですよね。四角に入ってしまうと思うんですよね。だからまあ車のこの真下っていう状況なので、だからまあ左の後ろのタイヤで踏みつけたのは間違いないと思うんですよね。だから左の前のタイヤが踏んだかどうかはわかりません。まあその寝てる人がどのぐらいの位置にいたかのか。まあ左の後ろは間違いなく踏んでると思います。 事故の方というのは、こちらですね。男性が路上に寝ていたということで、普通乗用車が30代の男性を踏みつけるというような交通事故。警察によると、7月21日の午前5時半頃に、60代の男性が運転する普通乗用車というのが、市内に住む30代の男性を跳ねた。まあ、踏んだ。 踏まれた男性というのは当初、意識不明の重体で市内の病院に緊急搬送され、現在は骨折で治療中で命に別状はないということなので、まあ、不幸中の幸い、意識不明の状況だったんですが、骨折だっていうところ、まあ、踏んだ位置がまあ良かったってことですよね。 で、運転していた男性というのは警察の調べに対し男性が路上で寝ていたと話している。ということで、近くの住民によると現場付近は自転車の通行が多く事故も多いと。まあ、ここはあまり関係がない話なのかなと思いますけれども、まあ、こういう事故があった。まあ、たまにあるんですが、路上で寝ている人というのは、いわゆる路上大賀者と言います。だから大賀をしてる。まあ、横たわっている人というのは、まあ、こういうふうな、ね、時期。 飲酒で、まあ、そのまま家の近くで、まあ、倒れてるとかね。まあ、通りでたまに寝てる人とかいますよね。それで惹かれてしまったというケースは、事故は、まあ、常に起こっております。だからね、まあ、酒は飲んでも飲まれるなというようなことで、まあ、家に帰れないぐらい飲んでどうすんだと。家に帰れないぐらい飲んで、まあ、こうやって、まあ、ね、助かってはいますが、助からない人は一生家に帰れないだろうみたいな話になってくるので、 まあね、酒はほどほどにしてください。午前5時半ですからね。まあそんなにいつまで飲んでんねんということになります。で、この場所なんですけど、まあ先ほど見ていただいたところなんですが、こういう状況なんですよね。場所としては、ちょうどここに電柱があって、ここに家があります。ここから来たアクアが左折をしていったところ、まあここなんですよね。ちょうどね、この角っていうのが、こうやってね、 削られている状況で電柱がありますよね。で、覗き込んでいたのがこの辺なので、おそらく電柱のこちら側のこのブロック塀に、まあ、もたれかかるような感じとかね。まあ、そういう感じか、横向きにこう倒れるような状況で寝っ転がってたんじゃないかなと。だからこの電柱よりこっち側に寝っ転がってる状況となると、こちらから来る。 車ですよね。もう絶対見えないんですよね。この電池より向こう側なので。そうすると、ここに来た時に、じゃあこれが見えるかって言ったら、これ完全に四角に入っているので、見ることはできないですよね。だからここで通りから車来てないかなって確認をして、左折をしていた何かにボコンと乗り上げたので、ここの乗り上げた、この辺で止まって降りてみたところ、ここに人がいて、あらびっくりっていうような状況だと思うんですよね。 ま、この男性というのも、ま、いわゆる被害者なのかな、というような気がしますけれども、道としてはね、かなり狭い道になってますので、出てくるときに、ま、朝だから早く急いでピュッと出ようみたいな、そういうステーションは考えづらいので、ま、ゆっくり出ていってたと思うんですよね。ま、そのおかげで、ま、このね、寝ていた男性というのは、ま、このぐらいの怪我で済んだかもしれないですよね。 こんな感じなんですよね。ちょうど覗き込んでいるのがここですよね。グレーチングワールドこの横の側溝の蓋あたり。ちょうどこの辺ですよね。このあたりっていうのを、まあ一生懸命見ている。それがこの辺なんですよね。だこの辺を見ている状況になると、まあここから出てくる車っていうのは、だこの辺なので、まあ足ぐらいあったかもしれないですよね。まあ頭だったら多分生きてないと思うんだよね。多分足が見えてた。 かもしれない。そして、電柱の向こう側にもたれかかってたか、電柱にもたれかかってた。まあ、そういう状態になってくる。まあ、こういうこともあるんだよ、ということ。だからもう、この遠くの段階で、まあ、この辺とかね、ちょっと見ていれば、もしかしたら若干気づけた可能性は、 な、まあ、きにしもあらずなんですが、まあ、ちょっとなかなか難しいかなという気が個人的にはします。で、まあ、これがね、法律的な部分でどうなのか、寝てる人ってどうなのよっていうのは気になると思うんですが、まあ、法律的にはこちら、泥骨を76条のところに禁止の行為というのがあります。この禁止の行為というところの第4項に何人も次の覚悟に掲げる行為はしてはならないですよというのがあり、これの第2項ですよね。ここのところに、 道路において交通の妨害となるような方法で寝そべり、座り、しゃがみ、または立ち止まっていることはしてはならないよというのがあります。 1> 第1号に関しては酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつく。なんかまあ、ふらふら歩いてたりっていう状況になるので、もう完全に寝そべっている状況は、まあ、おそらくこちらの方になると思います。だからこれ、歩行者っていうのはですね、これ罰則があります。罰則はね、120条に次の覚悟のいずれかに該当する者は5万円以下の罰金に処す。ということで、まあ、こういうふうに寝そべっている状況というのは、5万円以下の罰金に該当するんだよ、ということになります。 ここの部分の、まあ、寝そべり、座り、しゃがみとか、立ち止まるとかっていうのが、まあ、どういう状況なのかっていうとこなんですが、なので、ちょっとこういうふうなことが書かれております。まあ、これ、質務資料というものに書かれているものなんですが、寝そべり等の禁止、まあ、第2号ですよね。ここの部分に何人も道路において交通の妨害となるような方法で、寝そべり、座り、しゃがみ、または立ち止まることはしてはならない旨を定めていると。 寝そべりというのは体を横たえることを言い必ずしも眠っていることは容赦ないよと。交通の妨害となるような方法とは寝そべり、座り、しゃがみまたは立ち止まった結果が交通の妨害となる恐れがあるような方法のことであり、交通の状況、道路の場所等の対比において判断はされるが必ずしも結果として現実に交通を妨害することは容赦ないと。だからその状況というのは交通の妨害になるであろう。 恐れがあるという状況も該当するってことですよね。だから事故になった初めてこの妨害になる方法だったではなく、このまんまだったら事故とかになる可能性があるような寝そべり方だったらそれは該当するというようなことですよね。例えば昼間は雑踏するが、夜間は人通りの耐える歩道の端において寝ていても交通の妨害となるような方法で寝そべったことにはならないと。 たまにいますよね。酔っ払いが端っこの壁に持たれている。そういう状態というのは、ここは該当しません。このような場合であっても、歩道の中央に寝そべっているような場合、歩行者の通行の可能性がある限りは、 たとえ、具体的に交通の妨害という結果が出てなくても、交通の妨害となるような方法で寝そべったということになると解されると。まあ、場所的にどう歩道の中央は邪魔でしょっていうふうになると、まあ、妨害になっていなくても妨害になったというふうな判断はされる。と。また、交通の妨害となるような方法は、その形態が社会通念上交通の妨害として任用される程度のものを必要とするよと。 交通の激しい歩道の中央で一時立ち止まって知人と挨拶をしたり、立ち話をしている行為は事実上交通の妨害となっても本郷の対象とはなり得ないということ。まあこういうふうなことは皆さんしますよね。だけど、それは対象とはならないと。 感激切符や物品等のための歩行者の前に立ちふさがるような行為はこれに当たる。まあ、交通の妨害をしているという、まあ、物売り的なものは該当しますよと。橋の上で釣りを振りながら魚釣りをしているのを見かけるが、これが本郷に言う交通の妨害となるような方法で立ち止まるのかに当たるかという質問があるが、道路の福音交通量釣り人の位置、釣竿の長さ等によってここは具体的に判断をし、 それが交通の妨害となるような方法で立ち止まっていると認められるときは本物の違反となると。だからこの道幅ですよね。まあ、例えば歩道が狭くて交通量がそこそこあって釣り人が邪魔な感じで釣りもそこそこ長いっていう状況になると交通の妨げになっているという判断がされる可能性はあります。だからやたらと橋の上から釣りをしていてこれでっていうふうになると、まあ三役五万円以下の罰金処分ということもあり得るってことですよね。 まあ、昭和30年に、まあ、若干この判例みたいなのもあります。で、過失割合という部分なんですけれども、過失割合というのは、じゃあ皆さんどう思いますかと。路上で寝ている人と、まあ、走っている車というのが、まあ、引いてしまう、踏んでしまうという事故。まあ、この場合というのは、昼間と夜間で違うよということがあるんですよね。これがね、 夜間なのか昼間なのかというところの判断なんですけれども、今回の事故が起きたのがですね、これがですね、5時半ごろって書いてありますが、詳しく書いてあるところには5時20分ごろというふうに書いてあります。これがちょうどですね、長崎の日の出時間がですね、5時半前なので、非常にね、これ微妙なんですよね。 夜間というのは日の入りから日の出までというふうな判断がなっております。だからこれが夜間となるのか昼間となるのかで過失割合はかなり変わります。 夜間とすると、夜間の過失割合としては、路上大賀車の過失は50、そして純走の乗用車の過失は50ということ。夜間における車からの路上大賀車の発見というのは、昼間におけるそれと比較して困難で事故が発生しやすくなるという状況があるので、まあ、昼間と比較して路上大賀車の過失も過重されるということなんですよね。そこでこのような事情を考慮して、基本の過失割合は50としたと。 で、車が右左折をする場合、道路がカーブしている場合と、車からの路上大賀車の事前発見が容易でない場合に関しては、60%の過失相殺率が適用される場合もあり得るよ。だから今回のような場所ですよね。ただからまあこういう状況でまあほとんど見えないよっていう状況になってくるところに左折というふうになると、まあここの部分の判断は加わる可能性はまあ十分あるので、この60%の過失というのは路上大賀車側になるので、こちらが60になる可能性が で、車、左折をする車の方が40になるというようなことも考えられます。で、他の部分の増減という部分に関しては、幹線道路という状況になってきたら、路上大賀社の方の過失はプラスの10から20。そして、住宅街や商店街となると、過失の方は10から20マイナス。 で、児童、高齢者マイナス20。そして幼児や身体障害者などはマイナス20。明るい場所っていう状況はマイナス10ということになります。まあ、今回は住宅街という状況は言えると思うので、まあ、そうすると、ま、おそらくマイナス10ではないかなと。だからこちらの方で64というような判断になっていったとしても、まあ、住宅街なので、まあ、結局のところは、ま、五分五分というところになるかなと思います。これがですね、昼間という状況になるとどうなるかっていうと、 こうなります。昼間の場合、路上会車の過失は3割。そして純層の乗用車の方は7割という状況。で、住宅街だとマイナス5ということになりますので、そうするとまあ25対75というような状況。 まあ、8、2や7、3というのが、まあ、昼間の路上大菓子を引いてしまう場合っていうことですよね。ただ、昼間に路上大菓子を引いてしまうという事故のニュースというのは非常に少ないんですよね。まあ、夜間たい寝てる人を踏んでしまう、引いてしまう、跳ねてしまう。そういうケースというのは、まあ、やはりかなり起きております。そうすると、まあ、状況としては通常だと、まあ、6、4とか、まあ、そういう可能性は考えられると。 酒を飲むっていうのはね、ちゃんと普通に飲んでいただければ法律的に問題はないことにはなりますが、まあ酒を飲んで車を運転するとかね、まあ酒を飲んでふら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 歩いてしまうとかね、そういうのっていうのはこちらの法律的な部分でもやってはいけない行為というところには該当してきますし、まあいろいろな部分で交通の妨害になるという可能性があるんだよということは、 ま、知った上でお酒の方は飲んでいただきたいというふうには思います。まあ、状況としては、ま、被害者っていうのはどっちなんだって言いたくなりますよね。まあ、クアの人、まあ、自分がこの立場になった時に、まあ、ここのところとかに人が寝てるというかね、まあ、人の例えば足があるとかね、そういうところまで見えるのか。しかも朝午前5時半前、5時20分ぐらい、朝日が昇り始める頃という状況なんですよね。 朝日としてはですね、これ右から日が当たるような状況ですね。右が東になるので、まあ、こちらから日が当たるような状況となってきております。だからまあ日、こっち側の方には光が当たってるかもしれないんですが、まあちょっと確認はできないですよね、状況としてはね。当然、この通りのとこは大丈夫かなっていうのを見ると思うので、 まあその状態でここのところを見て曲がっていくときにここの人は当然見えない。まあこんなところで寝るぐらいだったらちゃんと家まで何とかたどり着きなさいよっていうことですよね。もしかしたらタクシーにここまで送ってもらって降りたけれどもまあここでへたり込んだと。まあタクシーはこの辺で展開して帰ってたとかね。まあそういう可能性も十分考えられるかなとは思うんですが、まあ、ちゃんとね家までたどり着けるように飲む量っていうのは調整をしていただきたいのかなと思います。 最後まで動画をご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。